どうも皆さんこんにちは。今日歯が痛くて歯医者に行ったら、虫歯とかじゃなくて歯茎に炎症があるだけって言われて、特に手術とかすることもなかったんですけど、なんか日曜日に行ったからか知らないけど、めっちゃボラれて、なんかこのイソジンと、あとなんか、これ見て、錠剤をなんか、めっちゃ渡されて、なんかめっちゃぼったくられました。どうも、ゴミ人間です。今日は僕の卒業論文がね、どうなったかっていう話をしていきたいと思います。で、まず元々僕の卒論の提出期限が12月22日だったんですけど、そっからね、教授にめっちゃ頼んで、そしたらなんか大学の最終営業日、年内の最終営業日まで待ってくれるってことで、提出期限が12月24日まで延びました。で、まあ僕のね、ツイッターを見てる人だったらわかると思うんですけど、もうめちゃくちゃね、もうめちゃくちゃコピペしまくって、もうクリスマスイブ、12月24日の日もね、もうひたすら家にこもってずっとバーってね、卒論をね、やってたんで、まあなんとかもう内容ぐっちゃぐちゃだけど、一応指定字数までは満たして提出することができました。はい。で、提出できたって言っても、もう本当に内容ぐちゃぐちゃでひどいし、で、提出した時間もね、もう12月24日の、ほんと日付変わる直前、もう23時58分とかにね、出したんですよね。ちょっと画像、ちょっと載しときますね。はい。で、もう本当に内容もぐちゃぐちゃなんですよ。なんかもう序論で、こういうことについて、考察研究していきますとか言ってんのに、もうさ、なんか、修論、終わりに、締めんところで、なんかもう全然違うこと書いたりしてて、もう自分でさ、素人目に読んでもさ、おかしい論文ってわかるのにさ、ちゃんと研究とかしてる大学の教授から見たら、ほんと多分ひどい内容のね、論文だと思うんで、ちょっと多分、めちゃくちゃ添削とかが入ると思うんで、多分ちょっと、まあ、やばいんですよ。一言で言うと。うん。で、12月24日に一応提出して、今動画撮ってんのがね、12月の26日なんですけど、未だにね、教授から、まあ、返信のメールがありません。いや、一言さ、ね、論文受理しましたとかさ、見てなかったとしてもね、返してくれればいいのに、まだメールが返ってきてないんですよ。24時間以上経ってるのに。でも、これがさ、もう何を意味するかって言ったら、まあ、一つはもう、年内の仕事が終わって休みに入ってるから、もう見てないだけかもしれないんですけど、もう多分論文の内容がひどすぎて、もう直すところがめちゃくちゃあるから、それでちょっと、返信が来てないのかなと思ってます。はい。うん。まあ、本当はなんかクリスマスイブにね、ずっと卒業論文やってたんで、ちょっと、クリぼっちの人とか集めて YouTube ライブとかで配信しようかなとも思ってたんですけど、もう本当に卒論の提出期限までやばすぎたんで、YouTube ライブとかもすることもできませんでした。本当はね、動画撮ったりとかもしたかったんですけど、まあ、そんな感じでね、もうクリぼっちでもう死ぬ気で論文をね、書き上げたんですけど、ぶっちゃけ卒業できるかどうかちょっと微妙です。はい。まあこの後のその教授の出方次第でまあいろいろ変わってくるんですけど、とりあえずもう継ぎはぎのね、卒論を提出したってことだけ、まあ動画でご報告させていただきます。で、またちょっと論文の結果とか卒業できるかどうかとかが分かったら、まあ動画で発表しようと思うんで、まあ皆さん今後ともよろしくお願いします。はい。そんな感じで以上、クリぼっちで卒論をやっていた負け組からの遺言でした。さようなら。ああ、死にたい。